はい、えー、どうもこんにちは、渡辺です。えー、今日はですね、す、え、で、ー、に今、えー、装着しているんですけども、えー、こちらソニーのリンクバッツですね。えー、こちらのイヤホンを、えー、もうすぐですね、こちら返却しないといけないので、えー、今回はこの返却する前にですね、このリンクバッツをもうちょっと深掘りしてね、検証しようかなと思ってます。えー、っと、あの、リンクバッツの,あの初回の動画ですね、ファーストインプレッションが結構ね、反響、まあ多かったんですけども、まあその中で来ていたのが、あの、WF1000X Mark IV と比べて通話品質がどうですかっていうのが来てました。はい。ちょっとそれをですね、 ちょっと深掘りしてみようかなっていうふうに思ってます。えー、で、今回やろうと思ってるのが、このリンクバッツをこの装着して、あの、通話をするんですけども、あの、前回、ファーストインプレッションの時にマイクテストしたのは、この環境でね、えー、今この装着してる状態で使った場合、どういう音声になるのかということです。まあ、つまり、このリモートワークとかですね、えー、で使った場合に、相手にどういう感じの音で届くんですかっていうのを、まあ、検証しました。で、今日さっきね、今これつけた状態で、今、たった今ですね、あのリモートワークでね、えー テレビ会議が終わったばっかりです。はい、実際これ使っていました、えー、相手は特に何も言ってなかったので、あのおそらくですね。あのー、まあ、問題ない音声で通話ができていたと思います。はい。だから、まああの室内とかで使う分には問題ないんですけども。じゃあちょっと騒音とかが激しいところでどうなるのかっていうのを、ちょっと今日はね。試そうかなと思います。はい。 はい、えー、ということで、改めてね、試すんですけど、あの、まずなんで今回、あの、通話品質について深掘りしようかと思ったかっていうと、今回のこのリンクバッジですね、ちょっと特殊な機能が入ってるんですよ。AI が機械学習をしていて、あの、5億件の音声のデータを、あの、まあ、学習していてですね、その学習した内容によって、ノイズを、ま、除去してくれるっていう、えことなんですよ。で、えー、今回はですね、ちょっとあえて、今ここでですね、街中の雑音ですね、を流します。え、ここでスピーカーを使って、 って流しますので、あ,あのそれ流した時にその音が消えるのかっていうのをね試したいと思います。多分設定するような項目とかはないと思うんですよ。ないはずですね。なので自動的に、えー、その機能っていうのはオンになっているはずです。はい、通話に関する設定はないですよね。なのでまずそれをね試してみたいと思います。どうなるのかな。じゃあ行、ね、きますね。えー、っとまずはじゃあ何も流してない状態で行きましょう。 はいどうもこちら渡辺です今、こちらはですね、えー、リンクバッツを使って、まあ、何も音が鳴ってない状況で音声を収録しています。えー、この時点でこのリンクバッツの,このマイクの性能ってかなり高いなって思ってるんですけどもいかかがでしょうかで次、ここから直であの雑音流しますで。どのぐらいの雑音なのかっていうのをちょっと分かっていただくために一旦ねいつもの撮影しているマイクで戻します。 はいえ戻しました。今、こちらの音声がいつもここで撮影しているときに収録しているマイクの音声になるんですけども、じゃあ、ここで、えー、雑音を流しています。いきますね。街中の雑音を流しました。これ、まだあの普通のマイクで収録している音声になります、ね。結構ノイズうるさいですよね。街中っぽい音が流れていると思います。ね じゃあここでですね、あのー、こちらのリンクバッツの音声に切り替えてみましょう。じゃあ切り替えます。行きますよ。3、2、1、はい。はい、えー、ということで今こちらの音声が、えー、全く同じですね。あのー、街中の雑音が流れている状況でリンクバッツで、えー、音声を収録しております。マイクの品質はいかがでしょうか。周囲のガヤガヤとした雑音とかノイズっていうのが入っていますでしょうか。 であの今、この音はですね分かんないです。まだ聞いてないんで。でこのあと、実際にこの音声を自分で確認してみます。で確認してみて、えーまあ、使えているのかっていうのをチェックしますで、えー。どうなるのかね、すごい楽しみなんですけども、一旦じゃあ、このここまでの音声をちょっと自分で聞いてみて、ですね感想をその後お話ししていきたいと思います。では、ちょっとね、聞いてみたいと思います。 はい。えー、っと、今この音はですね、あの、通常のマイクに戻ってるんですけども、あの、音声で、ね、ちょっと聞いてみました。どうでしたかえっと、個人的に今聞いてみた感想としてはですね、すげえなと思いました。あ、ここまで来てんなと思いましたね。えー、っと、あの、感想としては、あの、まあ、通話品質なんですけども、あの、ガヤガヤした音、街中の騒音ですね、あの、ガヤガヤっとした、 ノイズに関しては、ほとんど処理されていたと思います。で、あの、自分の声だけが、まあ、クリアに、えー、伝わってました。で、ちょっとね、処理している感が、あの、入っているというか、まあ、処理しているなっていうのが、なんとなく伝わるっていうのはあるんですけども、あの、それでも限りなく、あの、かなりね、うるさい環境というか、ノイズがあるはずなのに、それが消えてるんですよ。ええー、そこすごいと思いました。で、えー、っと、あとはですね、え、ノイズの中でも、あの、街中の、 音の中にですね、人の声がちょっとね、チラチラっと入っているところがあってあの、ちょっと高めの声とかがですね、あの、ノイズの中に混じってるんですけども、そこが一部乗ってきてるなっていうのはちょっと感じました。うん、だけどそのぐらいですよね、うん。たまにこの、やっぱ人がちょっと遠くで喋ってる声とかが入ってきた時に、それが少しね、あの、通話用マイクで拾われるのかなっていうところはあるんですけども、えっ、ー、と、ノイズというか、本当街中のガヤガヤっとした音とかね、そういうのは、まあ、ほぼほぼ書き切れてるなというふうに思いました。 うん、すごい。<laughs> これは、ちょっとね、かなりすごいなと思いました。ちょっとじゃあね、あの気になるのであの、同じ音をですね、流しながら、WF1000XM4 でね、ちょっとチェックしてみようかな。すごい、これはちょっと今日はね、マニアックな企画ですけども、やっちゃいます。はい、ということで WF1000XM4、ちょっとこっちで試してみます。よいしょ。この感じですね。じゃあ、今接続できたんで、一旦このままですね、収録してみます。はい。 きますよ。はい、えー、ということでこちらがですね、WSX m a r 4の方で音声を収録しております。マイクの品質はいかがでしょうか。まあ、こちらもですね、この完全ワイヤレスのイヤホンとしてはこの通話の品質はかなり高い方だと思うんですけども、こんな感じになってます。今はこの部屋ですね、すごい静かな状態です。なのでまあクリアに聞こえて当然というところになってきます。えーと、じゃあさっきと同じ街中の騒音をですね、ちょっとあえて流してみますね。このままいきます。 でこの時にさっきの音とちょっと比べてみましょう。はい。えー、ということで、騒音を流し始めました。えー、どうでしょうか、えー。騒音が結構流れている状態なんですけども、通、え、話、ー、ーーをした時のマイクですね。どんな感じで拾えているのかっていうところをチェックしてみてください。えー、こんな感じになっています。こちらが WSX のアットですね。ああアンビエントサウント。やっぱね、アンビエントサウントも優秀なんだよね。 はい。じゃあ、これでマイク必須なんかチェックしてみましょう。はい、えー。じゃあ、ちょっとね、えー、今の感じをですね、自分でちょっと聞いてみます。いきます。はい。えー、っと、今、チェック終わりました。えー、ちょっと衝撃っすね、これ。これ、すごいな。あの、リンクバッツが、 すごいなっていうのがちょっと分かったというか浮き彫りになりましたね。あの今 WF1000X Mark のあのマイクの品質をね自分でちょっとチェックしたんですけども、まず通常状態でのあの何もノイズがないところでの音声に関しても、今回まあ両方ともね聞いてみて比較しましたけども、リンクバッツの方がよりクリアな通話が可能だと思いました。マイク品質が高いです。 えっと、まあ、WF1000X m a 4もいいんですけど、あの、まあ、ちょっとこもってるというかね、まあ、こっちと比べるとなんですけども、ちょっとこもってるかなというふうには感じました。で、えっ、ー、と、その後、ノイズを流した時の違いがですね、もう明らかです。もうちょっとね、今聞いていただいたと思うんですけども、あの、もう明らかにリンクバッツの方は、まあ、全く同じ音量の雑音ですね、が流れているときに、その雑音のほとんど、まあ、8割、9割ぐらいカットして、あの、自分の声を集中的に拾ってました。で f はあの雑音がですね。そのままやっぱり入ってきてる。ちょ多少ちょっとカットしてるかなっていうのはあるんですけども。もまあ、やっぱ雑音が聞こえて、もうその上に自分の音声というか、自分の声が聞こえてるっていう感じになってました。はい。なので、あのもうこれはですね。圧勝です、えー、リンクバッツの通話品質が。 まあかなりレベルが高いということが、まあ、今回分かりました。うん。これすごいっす。はい。ちょっと久々にちょっと通話のね、あのよ、より一歩踏み込んだチェックをしてみたんですけども、あの、すごいことが分かりました。<laughs> はい、えー。ということで今日はね、超マニアックなちょっと検証をですね、してみたんですけども、まあ、リンクバッツの通話性能が、まあ、想像以上にすごかったと。であと、AI によるノイズをカットする機能が入っているということで、まあ、より踏み込んでですね、えーまあ、雑音がどのぐらいカットできるのかっていうのをチェックしていました、えー。これは正直あの、どこにいてもですね、通話をするっていうのがまあ非常に快適になる、えー、マイク性能が入ってるなと思いました。まあ、リモートワークとかで使うときも非常にいいと思います。はい。えー、ということで、もう、えー、リンクバッツね、そろそろ返却しないと いけないので、えっ、ー、と検証できるのはこのぐらいになるんですけども、あとはね発売してからちょっとね、検証しようかなと思います。はい。ということで、えー、今日は以上になります。この動画が良かったら高評価それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら